空白の400年、西暦266年から413年、この147年間、日本は世界の歴史から消えている。この時代日本には文字が定着しておらず、当時の様子は中国の歴史書によって伺い知ることができるのだが、この時期の日本の記述が一切存在しないのである。そしてその空白の100年の間に古墳が増えまくった。その数16万基、当時人口300万人に対しての16万基。後に草書という書物の中に当時の日本の様子が書かれているのだが、そこには倭の国の5人の王と交易をした三鎮清高武、この5人の王が今の天皇家の誰かなのか、それとも全く別の人物なのか、実はこれ未だに解明されていない日本の歴史の闇である。